全女 JWP シングル三大決戦パート2美劇天女レインボーセンセーションと題してお送りします。まずは赤コーナー全日本女子豊田真奈美選手、今日の尾崎という相手はもう因縁の対決ですね。ベルトも奪われてしまいました。尾崎選手は見かけによらずタフで打たれ強いですけど、今日はスピードテクニックであと女の執念でも私の方が勝りたいと思います、はい、かなり執念を感じさせます。そして青コーナーは JWP の尾崎真由美選手です。さあこの対戦ですけれども、タッグがあっていよいよシングル、はい、ファンとしてもねこれゾクゾクする対戦なんですけれども、はい、アタックのベルトも取ったし、はい、今日はボコボコに潰してトヨタを引退に追い込みます、非常に厳しいコメントが出ています尾崎真由美選手です。私は美劇天女レインボーセンセーション60分一本勝負を行います。青コーナー JWP135 パンス尾崎真由美。赤コーナー全日本女子プロレス戦150パンス豊田レフェリー笹崎克美。さあレッスルマリンピアで93いよいよ佳境に入ってまいりました。第6試合です。美劇天女レインボーセンセーションというねサブタイトルついてますけれども、豊田真奈美対尾崎真由美の60分一本勝負、注目のシングルマッチですけれどもね、まずはもう張ってましたよ ね、はい、バッシング状態ですけれどもね、さて楽しみなゲスト第6試合は井上貴子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどの試合はなかなか見させていただきました。そうですか、喧嘩みたいなのがあるんですか。いいですよ、井上貴子本当に。なんかね、アイドルとかなんとかってタイトルとかね終わったと思ったら、モーデッキ遊とかにザ・台湾とかいきなりそんなのかな、ね、でも、合ってるでしょ。うん、そっちの方がシングルのでしょ。いや、まだ試合でもあるけども、それこそ逆さ抑え込みというゴールとかも取れる選手ですね。そうですよね。試合としては面白いなと思いますね。さあ、こちらの方にちょっと戻って、それにしてもなんで井上貴子選手がこの試合の関心に来たんですか。いや、なんでですよ。なんで理由でしょう。いや、やっぱね、大崎選手は、最初にライバルが大崎選手なので、最近といえばちょっと霞みちゃったね、大崎との絡み。ちょっとやりすぎちゃったね。置いてるんです。でもやっぱり一番最後に負けてるんで、この間横浜でシングルマッチが勝ったと思ったら、もうすぐ取られちゃったんで、ラスト2秒ぐらいか。悔しかったですね。そういう意見がまだ残ってるんですね。決着ついてないけど、ここで60分やったやつもありましたしね。そうですね。でも今思うのは何試合もやったんですけど、やっぱり一番難しい選手が多かったんで、それはシングルでもタッグでもやってみたいな。場所がもうロープの手前ぐらいだったんですけど、コスチュームがキラキラしてるから、あれですけど、すごい華奢なんですよね、尾崎選手、本当に。華奢、うん、当たってみないと分かんない、見た目はね、結構ヒラヒラしてるんで、大きく見えても、ちっちゃいですから、ね、細いし、すごいちっちゃい。
そうですね、トヨタ青柳君もあのシングルではなくても今までタッグでもってまずベルトさんが戦っているのはトヨタのパートナーポジションで、ね、まあ一定の彼女ですけどお互いに割と技的なことは知ってる感じじゃないですか。まあテクニシャンとしてね、あの両団体で行ってる選手同士とてますか。反撃が怖いですよ。反撃の仕方っていうのはどういうもんなんですか、尾崎選手が。どっちかっていうと、元ヒールって蹴ってきたりとか、そういう技じゃないですよね。顔面とか来たりとか、そうですね。やっぱり、トヨタ選手が相手だったら、テクニックで勝負しようとか、最初から考えない方がいいと思いますよね。それじゃあ全然最初から相手のね形に戦っていくってことですよね。これにハマってしまったら抜けるのはちょっと、うん、だって技の数で言うとちょっとトヨタに関していないからね。これはしょうがないんですよ。まあ中盤から終盤にかけてはね、スープレックス合戦とかで、ね、あるいは空中戦とかで頑張れるのかという期待があるわけです。わりと尾崎選手、大振りバッターだったら大振りしないですよね、的確に当ててきますもんね、しかしね、まあ、本人もだいぶトヨタの方は、最初に関西トカッチやった時に、ブロックキックもろに振って、ちょっとね、記憶が飛んだ時はありましたよね、それがかなり本人も未だに印象深いらしくてですね。これは絶対負けないですよ、尾崎。もう何度となくね、高野選手とのね、絶対負けないですから、こういうのは何度も見たことありますから、ね、うまく足を払っていった。やっぱりあれですか、顔を張られた瞬間、もうこっちも手出してますか。そうですね、もう監督さんのね、すぐもう、舞踏とか思う前に、もう手が出ちゃってる。叩かれたらもう叩き返してる。あ、でもね、これぐらいやり返さないとか、レスが基本ですからね。こうやってブレイクがあると、針が出ましたけども、すごい、あーっとやり返してる。髪の毛持ってこっちに出せたら、もう一つやる。あー、これも、高さとスピード十分の、そうした。そろそろちょっと、いい加減にしなさいよという感じで、得意のネックブリーカー。尾崎の場合、ネックブリーカーはいい方なんですね。タイプとしては、その名のネックブリーカーに似てる感じ。そうですね、体を作っちゃって、そうですね、そうですね、選手っていうのは自分の体のサイズっていうのを意識してるもんですか。やっぱり、体格差がある選手が当たったりするので、やっぱり自分で分かってないと、ね、尾崎選手なんかどう見たって見えるか、そうですね、キューティーと比べてもやっぱりキューティーの方がどっしりしてるかなっていう、重さがある。この人本当に警察なんで、その辺から自分で分かってるじゃないですかね。だから無駄な動きはしないんですよね。そうですね、無駄な動きないですね。結構不思議なタイプだ。不思議なタイプ。だって体を知ってる人が多いじゃないですか、これは。本当にね、あの最初の不利な部分を見せない人ですよね、人間性が。ポーカーフェイスですか、どっちかっていうか。そうですよね、だから何するか分かんないですよね。ダイナミックコンセプトをタッグの時は自分が脇役に徹するというような部分がありますけど、こうやってシングルになると自分しかいないじゃないですか。そうですよね。じゃあどうやって試合をするんだっていうと、やっぱり何でしょう、この人は割と試合運びのうまさでやっちゃう方なんですよ。気持ちがやっぱり気持ちですごい薄くってる部分があると思うんですよね。気合入ってますか、やっぱり。まずやっぱりヒールなんですよ、なんていうか、そこはそこはヒール、一応ヒールはヒールなんでしょうね。なんかそういうファイトの時が一番なんか生き生きして気がする見れてしますけどね。そうか、何でもやってるっていう。この体格で生き残ってきたっていうのは、きっとすごいもんがあるんだと思いますよね。気持ちがやっぱり、しっかりしてるのに。
木選手をね死ぬほど好きだっていう男性ファンが多いっていうのが分かりますよ。ああそうかもしれないですね、うん、全然そういうエッチ的なことじゃなくてエッチ的な意味じゃなくてもさっきはいいねって人いいですよプロレスを見てねそうそうそうやっぱなんか魅力があるんですよねこの人だと街歩いてたら普通ですよねすごい普通ですよ背も低いしね、うんやっぱりあれですよね、普段着てる井上貴子なんかでっかいですもんねそうですね、やっぱりでもね、尾崎もね、やっぱリング上がってやっぱ1対1でリング上がっても上がるとすごくね、大きく見えます差を感じない、はい、強烈なカーブを投げっぱなし、そしてすごかったですねこれは得意のトップロースからトテコンヒーローを狙っているんでしょうでも強烈選手も打たれ強いですからねあーこれも今はドンピシャじゃないですか、ねうん、この人あんまり綺麗にあのぶつかるんで乗っちゃうんですよそのままねそのままプレスしちゃうようなことコンヒーローなんですけどそして今度はああ出ましたね強烈すぐ跳ねてくるんですよああエグい後頭部ほっとばされたって感じじゃないですかああもう頭に残ったもうこうなったら誰も止められないでしょこれ高さが違いますね、ドッグもいいですねいいダメですよね転じるととんでもないですね、本当にトータルティングは攻め出すと、誰も止められなくなっちゃう綺麗ですね、ブリッジが、はい、技は攻めが綺麗だと思います ね特にブリッジがね、新しいコスチュームにこう光が輝いてですね、キラキラしちゃったりなんかしてなんか非常に見栄えがスタミナがすごい、はいあの10分経過10分経過技はすごい決まりますよね綺麗ですねおっとこれは珍しいそのまま体を集めていったボディープレス距離十分だったんですけどもカウント2大技に比べたら地味な技ですけどやっぱコーンでも大崎くらいちっちゃかったりしてるんですよね大崎もね打たれ強さにはこれまた強制はありますからまだまだこれもきつそうですね体重全部乗っかられて体が沈んでないですよね、尾崎の立ってる状態ですから、なおさらなんかそうですね手とかね、ついちゃえばまだ腕決まってますからねと自分のレパートリーの多さに溺れてしまうタイプですよねと思いますよあと10個ぐらいあるんじゃないですか多分そうね、まあ、スープレックス系が全く、まあ、次何やろうとか考えてたら大崎ガンとか来ちゃうと思いますよもちろんここまでね余裕を見せたら大崎はありませんからね障害戦は大崎の方が強いかなでも NK の椅子って、まあ、椅子使うかどうか分かんないですけど折りたたみの椅子じゃないんですよね固定のね、固定とかの上品な椅子の鉄パイプの厚いやつねそう、固めないやつ大崎、あっとこれはえぐいぞいやーこの綺麗なフローリングの床に思いっきり叩きつけていた大崎さん頼むのはないですよね、ちょっとねさすがの大崎さん、今ちょっと鬼門の表情で参った目としましたけどもさあ、余裕で待ち構えようというこのクォーターうん、3WA のタイトルを取られたんですよね、トヨタさんあ、はいはい、だからそういうので、なんかトヨタさん、すごい気持ちが出てますよね。そうですね、うん、確か、取られた時は、トヨタが合体でホール取られてましたね。そうなんですよね。そうです。トヨタ選手はトヨタ選手で、対抗戦が始まってからレスラーとしてのなんていうか幅は多少なんか広がってるんですよね、うん、やっぱりテクニックだけじゃないって人たちもいるんだと、うん、プロレスラーには、うん、おー、
しょう。やるといいんですけどね、なんかね。でもなんかこれ今のやられたらやっちゃいますよね。もうトヨタのお返しですね。生活だったらやるでしょう。五倍ぐらい綺麗なやつやるんですか。綺麗ですよね。今のね、ちょっとね、私だったら怪我してますよ。気が違う。あーっと、ジャーマン2回ぐらい、これちょっと危ないぞ。いやでも本当に腰打ってるのかな。ちょっと効いてますね、これね。危ない。エプロンの角っこで腰打ったんじゃないですか。そうかもしれない。これ旋回式、旋回式ですね。得意技ですね。さあ、旋回式、あーちょっと当たりましょうか。しかしまだまだいきます、トヨタ。先ほどのダメージが大きかなければいいんですけれども、さあ尾崎、次は何があるか。ここからが尾崎の正念場という感じですけれども、あーこれはうまいぞ。うまく外してこれ出してきましたね。結構これがね、長く回されると下にもすごい奪われるんですよね。そうですか。これやっぱり目が回るだけじゃないんですよ。いろんなところがこう効いてくるわけですよ。もうスタミナが効いてる。スタミナが息が切れちゃうってことですか。いつゴールに入るか分かんないんで、すごくいいから次に入っちゃうとか、そういうことも困るんで、いつも気を張ってないとね。まだ回しますよ、これ考えてしましたかね。いや、先ほどはJWの福岡もやってましたけれどもね、これもまた回数ではもうその倍も3倍もいこうかという、このまだ回してますよ、これ。大丈夫でしょうか、ね、頭が、あもうフラフラ。あこれで意外と決まることもあるぞ。見比べちゃいますね。福岡選手のインサこのローリングプレーよりもやっぱトヨタ選手の方が、全然的にね、スライディングキックを当て、ローリングを落としてやってくれそうですね、多分。その前に、その前違うバージョンがあるんじゃないですか。その前にランチャーかな、あるいはミサイル、おあやっぱり逃げられましたね。この辺も尾崎のしたたかなところですが、あれだけのダメージを負った尾崎。しかしでもそこですぐに追っかけていって、捕まえたところは意地がありますね。あーさあ、そしてスープレックス、綺麗ですね。いやものすごいブリッジ、ちょっと尾崎劣勢。本当にでもやられててもやられててもフォールだけは許さないってタイプじゃないですか、あの時は、ね。技を吸い込んでいくというかね、打たれ強いというか、本当に弱いんですけれども、流れ式、うまく返していった、尾崎。おーっと、これは低い、お腹のあたりに入ってて危ないぞ。これはまたね、トヨタとは一味違って横を向いてね、なんかダメージ重視って感じ、ドスンって感じね、ストマッキング。あー、これはうまい。こういうことするんですね。これ危ないですよ。大抵技、なんかトヨタ選手はよく見てますからね、いつも。そうですね。さあ、このラリアットを返して、あー、クロスアーム、クロスアーム、スープレックス危ない。さあ、徐々にこのスープレックス合戦、ガッセンと言っても尾崎も何か出してくるんでしょうか。さあ、ムーサルトでしょう。お得意のコース、これ決まってたらもう決まってますよね。あー、そしてあタイガースープレックスだ。何か今狙ってたという入り方ですからね、尾崎選手。そんなにトヨタ選手ほどレパートリーがない分、人が何か失敗した後で来たりしますね。はい、あっと、体当たりで落としていった。クロスから場外へ流れ落ちていった。危ない、マット引いたってよかったですね。そのままでありじゃねえ、マット引いたって。これはだいぶ効いてますよ。これやるんですね。コーナーからですね、コーナーからですね。あーすごい、デッサクチ、これ尾崎相当ダメージですよ、ね。ロリーは、下床ですしね。もうフラフラして大丈夫か尾崎。これだけ大技を食っていたらもうちょっと、足元の尾崎もブロッキーか。
しぶといですからね。まだまだ行くといいか。もう一回行きました、モンサルト。先ほどの今度は決まった。これはどうか、返しましょう。返しだった。返していく小崎。なんか危険ですよね。ほとんどね。あーっとドラゴンですか。低空飛行で返していく。あんま見たことないですね、ドラゴン。あー、そうですね。綺麗ですよね。京都選手が攻めれば攻めるほど尾崎選手を応援したくなっちゃう。みんなすごい高得点ですよ。見事なテクニック合戦にピリオドを打ったのは豊田真奈美選手でした。おめでとうございます。お疲れ様でございます。今日はどうでしたか。そうですよ、尾崎もしぶといです ね。もうあんだけスープレックス出して、まあ、ちょっと不完全なところも結構あったんですけど、あんだけ出してあの体で返すなんか しぶといやつだなと思いました。それにしてもあのジャパニーズオーシャンサイクロンにこだわりましたね。そうですね、あんだけもう2回も切り返されたらもう自分も黙ってられないですよ。そして向こうのテキーラサンライズを見事に返して、はい、そして決めましたからね、はい、その辺も格別じゃないですか。はい、そうですね、最後もあの会心の笑顔が見られたと思うんですけどもね。そうですね、やっぱり 3WA のタッグを取り返したいっていうのがあったんで、もう今日はとにかく尾崎に勝たないとそんなことも言ってられないんで、これからですね。はい、はい、頑張ってください。おめでとうございました。20分近くの試合、ここが何だったと思うんですよ。向こうも CWA のタックもベッド取られてるから巻き返しようかっていう、はっきり言って向こう技の数あるけど、技の数云々より技とか、そういうのより今日は気迫で行きたかったんで、気迫とかそういうのも絶対負けたくないと思ったから、今日はなんかすごい自分自身乗ってたんで、途中はこれいけるかなって
一瞬思ったんですけど、やっぱ勝負は最後まで分かんないんですよ。少しでも一瞬でもそうやって自分で思ったのがいけなかったのかなって、それが今日の敗因だったと思います。この前の8月25日以来の予選ですね。あの時はあんまり変わらなかったですね。予想感はあんまり当たらなかったから。スリーダブルAのスリーダブルAのタッグの白沢重心さん、あっちの方が印象はどんな印象を持ちました？前やった時と今回とやっぱり違うと思うんですけど、やっぱりタックとシングルじゃ、攻め方とかも自分の息の整え方も全然違うから、やっぱタックの時の方が動きは良かったなって感じしますけど、向こうは、やっぱ向こうは元気なんで、こっちが先に絶対疲れちゃいけないとか、やっぱり確かに元気ですね。元気。シリーズが多いのもあるんじゃないですか。そうかもしれないですね。でも尾崎さんのところ2試合やってますからね。2試合。だから試合かどうしても、そういう面では負けたとは全然思うね。ところで北斗選手にいよいよ挑戦を表明しましたよ。だから余計に今日の試合は絶対負けたくなかったんですけど、やっぱりプロレスやってるからにはね、自分より強い人とかそういう人と絶対やりたいと思ってるんで、北斗選手やるのも今がチャンスかなと思って山本代表とかに相談したんですけど、北斗選手の強さっていうのはどういうふうに受け止めてるんですか？というか本当にあんまりそんなにじっくりは見たわけないんですけど、やっぱり強いんでしょ。強いでやっぱりでも一番イメージあるのはマイクアピールですから。ああマイク、でもあれだけのことポンポン言えんだから頭いいんだろうな。だから試合の運び方もすごい上手いと思うし、やっぱり強い人とやっていくのはすごい楽しいんで、その試合やってる時はすごい辛いですけど、ガンガンやられた方が燃えるんで、だから今から楽しみ、今までいなかったタイプですよね。そうですね、そういった意味でも一歩ステップアップして、いろんなものを幅を広げるためにだからもうガンガンやられるんだったら別にそれはそれで全然構わないんで、でもさっきも言ったけど気迫も負けたくないし、いくら やられても私は絶対食らいついていくし、潰されるんだったら潰されても構わない、気持ちよく潰されるですよね。それ完璧に完全燃焼っていうのか。でもその後は見てるよみたいな。やられたままじゃ絶対終わらせないんで、どういう返事が返ってくると思いますか？今日はいわゆる挑戦まあ琴選手のことだからボロクソに言われるのは分かってるんで、まあ口で何言われるのか関係ない、ぜひとも絶対必ず対戦したいと思う。シネボはやはりマイクで、私はマイク下手ですから知ってますみんなも期待しないと思うんで、私のマイクは期待してないと思います心の中で思ってるから、